はい、セクシーです。今回もね、グランドセフトオート5キャンペーンのプレイ実況動画をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。マイケルからのスタートになります。今回も引き続き大強盗ミッション B の派手を再びプレイ実況動画を上げたいと思います。はい、頑張るぞ。大強盗ミッション後半 B 派で。Let's go! Alright, I'm gonna meet my guy at the bank. Gold ain't ours yet, but we are this close! Get the crew, let's go, let's go! What's up, Wode? 車乗れ。連邦保管庫に行け。Some Rinna Hood ain't gonna be able to handle logistics, T. Rinna Hood? That's just one of the hats I wear. I'm ready to go in the tunnel. If you're drawing the heat in the foyer, man, give us word. You ready to do something profoundly stupid? Dumber than Polito Bay and working for Trevor. Okay. Alright, man. I'm going through the vault wall.よっしゃ、またドリラー使って壁をぶち破ってやるぞ。 R2 長押しでドリラーを運転する。右でドリルを作動する。金庫の壁に穴を開けろ。よっしゃ、やったるぜ、頑張るぜ。行くぞ、ドリラー。ドリラーを壁から離して止めろ。金庫のドアに爆弾を設置しろ。よっしゃ、粘着爆弾で爆破するぞ、これ。よっしゃ、で今のうちに武器をセットしとくぞ。今回どうしよう、変えていくか。ヘビーピストル、アサルト MSMG、 カービンライフル、アサルトライフル、ヘビーショットガン、アサルトショットガン、ヘビーショットガンいってみるか。でアサルトライフル、はい、爆発するぞー、行くぞー、爆破開始。来たぞ、メリーウェザーが。はい、FIB か。ヌーズからガスターボを持ったまま守れ。よし、刺されてしまうじ。
まだいんのこれ。ちょっとやられちゃったな。防弾チャッキもうないぞ。ライフも少し減ってるんで。また来たぞ。ヌースから金塊を守れ。やばいな。体力減ってるんでね、ちょっと回復させてからがいいよこれ。よっしゃ、危ない。よっしゃ、トレバーにスイッチしろ。今回フランクにかなりやられてるな。街から飛び去れ。今回もあの大強盗ミッション A の隠密同様、B の派手も2度目のプレイ実況動画上げてるんだけど、あの前回音楽のボリュームをオフにしたんでね、 BGM なかったんで今回また上げてます。マイケルにスイッチか。ね、 BGM は違うでしょ。 BGM 入ってると前回なかったんで。シェフトダッシュしろ。ヘリが飛んでくるんでね、ロケットランチャー行くか。でガトリングがいいかな。ちょっと興味グランチャー使おうか。フランクリンにチェンジして、ちょっとよっしゃ、マシンガン入るわ。ロケットランチャー使おうか。ショットガン、
誰が少ないんだライフは。あ、ちょっと。体力が少ないんで、ライフが少ないんで。あ、もういねえの？アマベールは。よしよし、ガットリングクロスやるわ。よっしゃ、メンバーとこ戻れ。暗い暗い、よっしゃ、どんなもんじゃ。まあ、パッドカーまた来てよ、これ。あ、そっか、上か。こっからまた難しくなるんだよな、これ。レールガン。よっしゃ。ヘリが来るんで。よっしゃ。あ、切り替えられないの、これ。よっしゃ。ヘリがまた来るんでね。よっしゃ、カービン。まだなんだよこれ。ここは下にいるんでね。はまっちゃえた。パトカー来るんでね、これ。ロケランクラスか。で、ここでフランクリンにチェンジしとく。で、
よっしゃ、あと一撃だ。よっしゃ。オッケーオッケー。ちょっと逃走したいんで、でよこうだから あるな、逃走経路。よっしゃ、ちょっとフランクのライフがちょっと少ないのがちょっと心配だわ。これ行くぞい。あ、乗ってくれ。アクセル全開で行くぞい。頑張るぞい。あ、失敗。ちょっと困るわ。ちょっと困るよこれ。パッと帰るわ。よっしゃ、またいるわ。ちょっとライフが少ないんで怖いなこれ。これを右折しないといけないんで、よっしゃ、あとは、あ、困るわ。危ない危ない、めっちゃやばかった今の。危ねえ、ダメかと思ったわ今の。スワットの、スワット部隊の特殊車両に今止められたんだけど、かなりやばかった。ライフが危機一髪だよ本当に。でこれ終わってもあのヘリ熱があるんでね、うん、あれちょっとあれ難しいんでね、あれも結構難易度高いと思うんで。よっしゃ、このぐらい逃げれば大丈夫だろう。難しいねやっぱりね。やっぱり A の隠密よりやっぱ B の派手の方がやっぱ難易度高いな。うん、これ逃走するやつはね、今のコースでやれば間違いないんだよね。で車に乗る前にフランクリンスイッチするっていうのがポイントなんだよね。よっしゃ、よし、トレバーのスイッチだ。エディートについていけ。Steady, steady, I'm firing! They're all over the
よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ、オッケー。金塊を列車に詰め込め。もうここまでクリア安心なんでね。これは難しくないんで、ホバリングさえしっかりしとけば。よっしゃ、オッケーでーす。よっしゃ、終わった。飛行場に着陸しろ。やっぱり A の隠密より B の派手の方がやっぱ難しいね。面白いね、やっぱりこれ何度やっても飽きんよ、このミッションは、ほんと。ちょっともう高度下げてた方がいいんでね、ある程度。もうちょいであの、目的地に着くんで。この湖あたりから高度は下げてた方がいいと思うんで。ですぐ近くでしょ、もう。よっしゃ、成功じゃ。やったぜ。やっぱ BGM ある方がやっぱ全然違うよね。We are good. Alright? Wow. You are one serious fucking buzzkill. Hey, look, man, I'm gonna get the car up out of here, alright? Alright. Hey, you two.Come with me. I'm gonna need some help getting the metal in storage for a few days before I can sell it. Both of us? Yes, both of you. Alright, it's been a pleasure working with you. You'll get paid when we get the cash. Until then, I want you to keep it on the down low. No new cars. No vacation. No nothing! Now, come on, Sugar! Oh, fuck me.これで終わりだと思うんでね。ヘイスト大強盗ミッション後半 B 派手をコンプリートしました。よっしゃ、今回この辺で切りたいと思います。よっしゃ、はい、今回もねグランドセフトオート5キャンペーンのプレイ実況動画をやっていきましょう。あとよろしければチャンネル登録のもぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。